ハウこんにちは。エストラル VS PSG セカンドゲーム始まりました。ブルーサイドを選択したエストラル、まあ、さっきのはピックバンだね。いやピックバンは良かったんだよ、良かったんだけど、レーンサップメタに弱すぎる。あれはレーンに命かけてるやつらしか選んでないのに、レーンサップされたらそら勝てねえよ。レーンで勝つのに連戦がなかったから、ミッドゲームレートゲームもう勝てませんになってたね。ジャングラー結構バンするね、お互いに。お互いにというか、まあバイか、バイバン多いよな最近。ハマるときは強いし、ハマんないときは弱いってイメージだけど。タリアファースト、おタリアですか。なかなかないね、タリアファーストピックは。結構ボトムのピックとかバラスとかカリスタだったりが多いんだけど、タリア、タリアをピックすると、まあ、カリスタ PSG がピックしづらくなるよね。まあ、さっきバラスやってたしバラス安定だと思うけど、でこのタリアに対して PSG は何を出すのか。 PSG やはりバルスで、バルスと何を取る、まあ、一旦敵の ADC 見ていいからサポート取ることはないだろう。まあ、ミッド見えてるしミッド出してもいいんじゃない。アーリーで、こっからまあエストラルはボトムをピックしないとバンされて使い物がなくなるので、まあボトムピックドアンテ AD は取っておきたい、サポも取っておきたいか、ダンジャオカサンテ、カサンテピック早いね。ソロレーンは一旦見えたぞ。まあ、エストラルさっきレネクトンやってたけど、カサンテの方がレンスアップ向けだよね。やっぱタンクだから、お金なくても仕事できるんで。じゃあ おボトムは完全に送らせるのか。こうなるとボトムクソバンされるけどな。大丈夫か、なんかあるんだろうな、メタではないけど使えるキャラが。で PSG 敵の構成見て何を取る。上半身結構強いやつら集まってんね、エストラル。アーリーウーコン、ウーコンのあれ上がってんね、評価が。バイ相手にカナビがよくピックしてたピックとか、 LPL 人気のピックだけど、バイとかカマお構いなしにウーコンピック、まあ、手段戦強いよな。一応バフもされたし、パッシブでアーマーすぐもらえるようになったかね、スタックが半分になって。Q も射程伸びたしな。一応トップライン向けの変更ではあったんだけど、ジャグでもちょっと強くなってトップでは出てこなくなったね。昔 JS のカウンターとしてよくウーコン出てたのに、ロングソード1本でワンコンできてたレベル6で。 PSG もちろん ADC バンしていく、まあ、メタ的な ADC でいうとカリスタ、あとはジンクス取ってもおかしくはないね。フロントしっかりしてるしエストラルだけど、相手がドレイブンを使えるんだったらドレイブン版は安定。これはエストラルのチャンピオンプールを見て番でしょう。あとジンクスピックしても、まあウーコンありで潰せるか。レネク、逆に PSG がレネク、まあ、1対1有利だけど、レネクはね、そうきつい。 TF はレベル1で何かできるからレンジだし、まあ、タワー下でファームは食えないけど動き回ってレベル1有利取れるから、レンスアップメタでちょっと TF がまだ使えるって感じかな。ザヤラカン、これはファナティックもやってたね。でも連戦弱すぎて、昨日ファナティックいい試合をしたんだけど、3試合連続ジャッキーに ADC ギャップつけられて負けちゃったね。レベル1が弱いのよな、鮮やら感は。こうなるとどう動く PSG。 レナータ・バルス、これ連サップ起きなくてもおかしくないかな、別に連戦できるだろうし。ワンチャンエストラルがトップのマッチアップ嫌がって鮮やら感が上行く可能性もあるけど、レンスアップなくてもおかしくない、うん、そんななんか差がある感じでもないんでね。オーライ、かけていこうか。27分でいいんじゃねえか。バイとカリスタは今のところ全試合でピックオアバン。あ、そうなんだ。なんでウーコンなんすか。集団戦が鬼強いからだろうね。あとレンスアップだと序盤のファイトとかあんま起きないから、ウーコンが序盤クリアが遅かったりして弱点は多少あるんだけど、お互いにジャングルファーム食うだけだから、レンスアップメタにも向いてるんじゃない。敵のジャグが別にインベードしてくるわけでもないし。
おう、こんにちは。エストラル VS PSG セカンドゲーム。エストラルちょっとピックを改善してトップレーナーがタンクになってレーンスワップ体制をつけましたと。レーンスワップなくてもおかしくない。お互いにマッチアップの差はそこまであるわけではないですね。マッチアップに差がないんだったらボトムレーンに居続けた方がお得なのよ。ボトムが一番レーン柔らかいから、振りすぎるから逃げるわけで。チャームゴールドカード。レナータが遅かったね。レナータがヒール切って MS 上げてから Q だったら届いてたけどな。フラッシュまでは切らなくてよかったけど、これもったいないね。 CC 合わせめっちゃもったいない。チャームからのゴールドカードからのレナータの Q は絶対つなげられてた。別にヒールいらねえし、この連戦。やはりレーンスワップはなかった。普通にレンが始まります。まあ、お互い中盤が強い構成かな。連戦でバチバチに戦うわけでもなさそう。お互いウェーブプッシュして先に動くって感じ。でウーコントップがスタートしてくるけど、チャームを避ければいい。コーディ当てる。そっか、フラッシュがなかったのか。タリアフェーズラッシュを発動してそのスピードで逃げられればよかったけど、メープル当てるね。チャーム我慢するね。ほら素晴らしい。ウーコントップ側ってのは分かってたから右サイドによれば基本生き残れるんだけど、アリがうまかったな。いやー、メープルスキル避けてチャーム当てる。これタリア有利マッチアップね。トップはカサンテは、まあ、ファーム差ちょっとつけられるけど、中段戦でなんとかって感じだね。ただこれ死んじゃう。トップギャンク行くっていうピング出てるぞ。チャームまた当てた。ミッドギャップ。おい、こうなるとタリアマジできついぞ。ミッドの主導権握れねえタリア。アルティメットが死にスキルになるしな。この HP だからウーコンが、うわー、チャーム何回連続当てんの、やば。おい、これができてなんでカルマミッドやったんだよ、メープルさんよ。やっぱ TF はフラッシュゴーストだよね。レンジトップってフラッシュなくなった途端一気にプレッシャーできなくなるんだけど、ゴーストフラッシュがあれば基本一つで生き残れるから。常にプレッシャーできるよな。俺もジェイスでフラッシュゴーストやるか。おもろそうだな。ネタにはなりそう。でも TF はね、なんでテレポート必要ないって、ウルトがテレポートだからだよね。しかもトップレーン TF だから別に自分のレーンに打てばいいわけで。지금이그렇습니다지금6레벨을아지가찍었습니다이거어이거먹어야지뭐좀템이더나오는것같아요플래시고스트세이프샤도우
ジュース。だったらイグナイトでいいんだよな。ね、バルスゴースト起動。あ、次のパッチでゴーストナフされちゃうよな。正直ゴーストルーン強すぎる。次のパッチ楽しみや。アイメンサイトは関係ないですけどね。でここでメープル、バーリだからね、ウルトがある状態、本当何でもできるような視界を深くに置いてボトム側の視界全部コントロールして死んじゃう早めに見つけて、でその情報があるからウーコン一人でドラゴン叩いてる早めに。しかしここでやられると良くないぞ。ウーコンはドラゴン叩いてるから寄ってあげることができない。あらら、これは EST のラカンの綺麗なエンゲージが刺さった。라인밀때스킬을쓰면서좀과감하게밀었던것같아요그래서빈타이밍에잘노려봤던것같습니다이거라도없었으면완전히깜깜하고깜깜하고바라사가さっきゴースト使ってたからね사실이게길에나갔다어느정도는이기는라인이있어야지만미래를바라볼수있는데에스토랄과그라브끝나는거거든요그렇죠アーリーがミッドの主導権握ってて やりたい放題だ。もうロストチャプターできてるね。マナの問題ねえからガンガンウェーブをしてくるよ。エストラルはサポートのアッカーマンがなんか13歳とか15歳でチャレンジャーになったとかって言われてたな。まあ、どこのサーバーかわかんないけど、タコがうまいのかな、多分。おっと、カサンチェ行くが、ウーコンがいる。まあ、1対1で殺す目処が立ったんだろうけど、味方のジャングルもミッドレーナーも主導権がない状態でこれは正直リスクだよね。視界もないしトップレーナーって感じもうキルできるって思った瞬間突っ込んでギャンクされて死んでジャングルギャップっていうやつ、それはねやってること運ゲーなんですよ。でウーコンってキャラ育ったらガチ最強。こいつ集団戦もともと超強いから、そこに耐久力とダメージが加わるってやべえぞ。결승 MVP 만3회한선수입니다 、네、 저준지아선수의무용이라는건뭐자국내에서도정말널리알려진상황인데자그부분이지금막히지않고있습니다준지아의움직임7렙까지연결이됐습니다50야진짜50 3킬7렙사실이성장속도면유지산롤르때どういうゲームですか、네、롤というゲームどういうゲーム50이랑같이들어가줄아리도이런나答え方があるな사각을설계하기가쉽지만은않을것같아요에스트랄뭐하고싶나요에스트랄그래도바텀이미있으니까네바텀중심으로하고싶어요확실히말씀하신것처럼바텀쪽에서어쨌든시야를위쪽으로도좀끌어올려놓을수있고상대방와드何を求められてんだろう。ガチの何もわからない人なの。初心者フレンドリー配信ですからね。チャーム当てる。しかしタリアもスキル当てる。ちょっと待ってな。死んじゃおう。フラッシュ。ウコン今ウルトはないのでフラッシュ使わせたんでかい。アイテムちょっと이상한것같은탭눌러봤더니코어가나와있을것같거든요まあ5対5で敵のベースを破壊するゲームです。リーグオブレジェンドでキャラ数が160体以上いて、特に日本語のボイスはね多分過去一日本の有名な声優が使われてて、スキンも可愛いしファッキン無料だからペイトゥインでもないしね、課金すれば強くなるみたいな日本の携帯のゲームとかでもないからやりがいはあるよね。世界で一番人口多くて14年もサービス続いて、しかも2週間に1回パッチが来るので飽きもしないし、新しいキャラもどんどん追加される。ゲームは神。問題があるのがちょっとコミュニケーションとか民度とかって言われるけど、正直どのゲームもクソ民度悪いし、なんかロールだけロールもやってねえやつらがネガキャンしてるのが多いっていう印象で、ね、ウーコンのアルティメットが強すぎる。
ただそのなんか民度が悪いとかチャットとかっていうのはあのチャットを消せばいいんでマジでそこそれだけすれば楽しめるんでこのゲーム。あとピンをねめちゃくちゃたかれるんだったらピンミュートもすぐできるし、最低限の自衛はしてほしいよ。火山ってこの HP で殺しに行くのか。ギャンクを合わせる。しかしゴーストだからスキルを避ける。いやスキルを当てた。いやー加算ってマジでさ HP2 割からでもウルト使ってギャンク合わせられるのイカれてるだろ。ウーコン今ウルトがないからね。ウルトがないウーコンちょっと無力だよ。武力ではあるよ。このシャットダウンが欲しい。しかし凱旋で回復。いやアイテムが出すぎているウーコン。ドスカイがあるからウルトなくてもいいからのオート Q で HP めっちゃ回復して凱旋発動して死なねえ。だからやっぱね序盤はねジャングラーにキルが入るとめっちゃ強えよな。チャームうまメープル。敵が透けるところにスキルでなんだ避けるところにサイドステップを考慮してチャーム打つ、まあ、プロですからね相手もそれはサイドステップしちゃいますよ。逆にブロンズだったら避けられてた。뭐말씀하신것처럼그1레벨의전멸빼놓고3렙갱성공시킨거이걸기점으로게임을많이만들어간다는생각이들어요그러니까초반에자원을정말잘굴리는군요네어이 PSG 사실이죠괜찮아보이는데결단을내린거였고어떻게보면딱잡고자야까지빠지는그림이었는데락한이살려주는과정에서뒤를잡았고요그러네요정화를좀더빨리썼으면어땠을까라는아쉬움이좀남기도하고근데그게안돼버린순간에서는 PSG 가진짜다가져갔습니다아여기서라도뭔가재미를봤다면됐다붙었다이번엔잡는다왔다호세데오도오그런골드가도そっち에打ったから신자가飛びつけなかったね잡을수없었고이게그나마이어지는싸움에서진자가궁이없었거든요그래서혹시했어요네스테이샷을어쨌든피하면서진자가한대씩때리는데이게레나타가붙어있으니까피한복걸이갈수있잖아요그렇죠그거믿고막들어가는뒷부름이피한야이마특히사서앗테르파이터한테쎄에요나도스카이모초쎄요이시아그래그라브가킬을시탄다하하소이것도네도스카이모쎄에시코테모이카레테르시정상궤도올랐습니다제대로 PSG첫번째게임보다더심하게ウコン레벨11から強いって聞いたんですけど何が強いんですか。まあウコンってウルトキャラだからレベル6レベル11レベル16これ全部ウルトがレベルが上がるタイミングなんですよ。6 11 16。だから別にウーコンがレベル11から強いジャンプとは聞いたことはないけど、まあ、その人の意図としてはウルトがレベル2になるからじゃない、まあ、ウルトのダメージが結構上がるからじゃないですかね。あとレベル9は自分がマックスするアビリティが最初のアビリティがマックスするタイミングなんでエイトロが強い。エイトロは9のレベルが大事だからスキルのクールダウン下がるし、でレベル13は2つ目のスキルがマックスされる。これがタイミングだよねロールの。最近どのパッチも座ったファイターは強い。最近というかもうここ3、4年強いわ。ファイター優遇されすぎてる。ファイターの強いところは HP が上がるところ。タンクはレジスタンスじゃん。だからアーマーまたはマジックレジストを選ぶんだけど、ファイターは HP だからどっちもいけんだよ。しかもダメージ出るし。イカれたファッキンロールですよ。アリだからいなす。その間に敵3人ボトム来てるから逆サイドでどう動く PSG。5000ゴールド有利。ミッドタワー、ミッドタワーの方が価値があるぜ。ボトムより、おお、ドライビングエーグ。そしてトップに向かう。ミッドにぶつけることもできるけど取れないかい。あ、ジュンジア、特徴ある。いや、だ、여기까지만갈라고ジュンジア。저기까지간다음에갱갈라고ジュンジア。유치아탈뺐다준지야대단한큰그림어어어어타리아의아르테메토에음악을捕まえて1人持ってったと思ったら레나타의아빌리티가あるから殺しきれない。코디바라보다죽는게이번이처음은아닌것같아대요그러니까요어나머지까지또가요네일단빠져나갔습니다이미격차는
7천이 납니다. 지금 15분인데 게임이 어렵네요. 도움이 되고자 하는 플레이도 사실 그게 도움이 되지가 않습니다. 어찌 통화때 この試合の賭けはさ、まあ、一平がエストラルが勝つでしょ。で太田2は PSG が27分前に勝つで、三平はそれ以降の PSG 勝ち。ちょっと27分見えてきたな。さっきよりもボッコボコな気がするけど。30分までに終わりそうだからちょっといい塩梅で27にしたけど結構いいんじゃね。1세트2세트계속못먹고있는거아닌가요그럼뭐참하나도못깼고일단전리길도한걸음부터라고하나깨는걸음부터시작을해야될것같긴합니다 PSG 에어려운다けど마지장글가음해와준지아가기대율자체가지금준지아가特に음해この人 PS 쪽은다갔어요뭐라틴의뭐맹주역뭐모토 LPL 다시나しかも LPL 도強かったもんね좋았지만실질적으로이제메이저에근접한팀들을만났을때힘이좀붙이는모습은좀아쉽긴하네요그렇습니다이게좀안타까운것은가장어린드라곤도기레이떴대요 PSG 이라고말씀드릴수있습니다만그래서뭐경험치를더쌓아야돼요그라곤3つ떴대라가장어린팀이 BLG 거든요또그렇죠しかもレートゲーム全然 PSG 劣ってないからな。なんならレートゲーム PSG の方が強くてこれだからね。대단한선수들이포진되어있죠これはきついぞエストラル。そのタイミングでは自分たちが勝っておきたいのに。本当だったらね、死んじゃうとタリアの方が強いからミッドの 2v2。 タリアがミッドの主導権握ってガンガンロームしてサイドを助けるとかっていうのを思い描いてピックしたんだろうけど、メープルが強かったね。チャーマテスすぎてこれもミッドギャップですわ。わお、チャーマ、逆に危なかったバラス。おいおいおい、メープルやばいって。わーお、サポートがこれタワー食らって、誰も来ないか。와그래서마지막에어쨌든킬살이니시가들어갔는데그게 PSG 마이너리전나가でもかなり強いチームだよね。一強だね。だからそことやり合わなきゃいけない日本チームが1枠なのがおかしいんだよ。これ聞いてるかギガバイトマリンズ、お前だよ。お前らだよ、お前らの地域だよ。来年どうなるんだろうな、ベトナム本当に。全チーム関与ってもうやばいじゃん、終わりじゃん。そんなチームたちを信じられるの？選手変えたところでさ、てかチームごとにさ2、3人関わってたんだったらさ、そりゃコーチとかも分かってただろ。なんならコーチとかでもやってるやついただろ多分。전투전투이런거안합니다맞습니다시야장악을하는과정에서상대가무리하면그걸캐치한다뿐이지팀들이적극적으로무리하진않고요상대가디테일잡았거든요그상태오랜만에한번이거하고뒤를잡아서뒤 All right, 에스토라리스엔게이지を狙う1万ゴール差つけられてるから人数有利で戦いたいけど、どうだ、カサンテいけるのか。カサンテ惜しい。ウーコンが最強すぎる。育ったファイターダメージも出るし硬すぎて殺しきれない、殺しきれない。もうウーコンを無視することしかできない。でもウーコン無視したらウーコンがファッキンキャリーする。やっぱファイター最強。このねドスカイ HP と AD 上がり
ブラックリーバー HP と AD 上がる。で素材も HP AD、 結局 HP AD が強いのよ。잡혀준거고그이후에역공을통해서아주제대로아카운터를먹였습니다뭔가몰아붙이면서싸먹는그림을가져가고싶지만어쨌든들어가는과정에서이게레나타가있다보니까일자로달리면안되잖아요아그렇죠그러니까타이밍이어긋나가지고깔끔하게연계가안되는느낌아시네요페로가굉장히좋았다는생각이들고요말씀하신대로뭐이미진영이붕괴된이후부터는그준지아를막을수가없었어요배틀을잡고자했었던그마음도안됐었고위에서도이미준지하면전투를끝냈고요그리고첫번째게임에서도높여서말씀하신것같은데라이브 Alright 27우와27남아미묘だったか25行けばよかったか그러네요さすがにあと5分ちょっとで終わるんじゃねえのどうだエストラル防御できるかディフェンスそれはディフェンスではないオフェンスだアッカーマンああくそ27分じゃなかったかさっき33分かかったからさ27結構いいかなと思ったんだけどダメだったわやっぱ強い PSG ヘアジョルドクレドオッケー나와서보트부나왔고막을수있나요한번더가봐야죠그래도라카야これ俺やらかしたわ今のところ超いい塩梅でさ調整してたのにマイバット P1 の最初のシリーズクソもろかった마지막요정이될수있거든요가장먼저집에갈수도있어요아직은버팁니다아직은버텨요끝까지이양물고이거코디기다리자코디너코디너네조금만있는데보자아근데매우가지나왔는데코디너와ここから一平ありえるのか一平エストラル大逆転を見せてくれあーウーコン最強いつ見てもこうやってフル HP あゲーセンゴールド美味しいいけ敗退するぞこれ負けたらエストラル敗退かかってるんだ逃げんじゃねえ GGOK ラテンアメリカ敗退ですオーケー明日フライクエストと PSG のリベンジマッチ BO3 これ楽しみだねフライクエスト直近の試合過去最小あなんだっけ最短 BO3 敗北初戦17分セカンドゲーム23分とかちなみに2試合通して 1ターンは取ってなかったらしい俺気づかなかったけど1ターンは取ってないからねそこと調子上げてきた PSG よーしよし序盤強いキャラと終盤強いキャラってどう見分けてるんですか経験細かいことを言うと、まあ、そいつのスキルのなんか反映率というかレシオスキルによってさ 0.8 とか 0.2 とか 1.5 とかその数値が高ければ高いほどアイテム買った時の伸びが高くなるからダメージがすげえ上がるのよそれが基本高い方が強いしみたいなジャングルなんですけど ADC 以外のレーンに飛ばされた時用にグラガス練習しておけばなんとかなりますかまあミッドもトップもいけるキャラプラスサポートも一応いけるもんねまあグラガスはマジでいいようん基本いつでも使えるおもろいしなおもろいキャラプラス3ピックいけるのいいじゃんなんならグラガスジャングルやっとけばグラガスのねスキルの使い方とか上手くなるだろうしユージさんの動画を見て JS を始めました楽しいけどマジむずいっす JS はね多分このゲームでトップ5ぐらいに入るんじゃない難しさスキルも多くてコンボもむずいしあとマジ連戦が本当に命かけてるジャンプだからねトップ10には絶対入れないただまあおもろいよ今シーズン400試合回してシルバースタックしてます。そうしたらどうしたらゴールドに上がれますか ?AD メインです。ADC はね、メンタル大事だと思う。隣に毎回違うサポート来るし、まあオートフィルも一番多く来るのがサポートだし。なので、一番安定して上がるのは、まずファームを食おう。ファーム。ファームをしっかり食う。俺はあんまりあのレーナーミッドレーナーでファーム意識してない俺が言うぐらいだからマジでファーム大事やっぱ CS イコールアイテムアイテムイコールキャリーだからダメージだからまずファーム区であとレーンのコントロールだね
レーンコントロールはどのロールでも大事なんだけど、ボトムでもすごい大事だから、一番いらないのがミッドかもな。ミッドはレーンが短くてウェーブクリアも早いジャンプ多いから、トップとボトムは特にレーンコントロール大事なんで、まあ、そこでレーンコントロール覚えたかったら、ここ最近直近で出した俺のなんだウォッチパ、高屋のウォッチパのやつ、あれはトップレーン のレーンコントロールだけど、あれ全部のレーンでいけるから、そこも大事で、まあ、それ覚えちゃったらね、そんなに難しくないから、なんかミクロとかって言われても困るじゃん、練習しなきゃいけないし。あとはそうだな、どのロールもそうだけど、ピンをうまく使うことかな。来てほしいときは必ずピングして、いらないときはバックピング焚いて、視界欲しいときは視界ここに置けって言って、あとウェーブ押し込んで一緒に視界取りに行くとか、まあ、やれることめっちゃ多いからね。 ADC も他のロールよりはまあ少ないけど、まあ、CS メインとかファイトメインだけど、ADC でもピンクワード買ってさ、わあ視界取ったりとか、まあそういう細かいところかな、全てだよね。まあ、結局 ADC は死なずにファーム食ってれば、あと集団戦うまくやればキャリーできるんで、まあ本当に 0-0-0 で負ける試合もあると思うんだけど、まあ、そこは味方信じてティルトせずにできるだけボトム有利取れで、ちなみにボトムで連戦有利取ったらドラゴンめっちゃ取りやすくて、でドラゴン取ったらこのゲーム勝つんで、だボトムってね、まあキャリーしやすいと思うよ。まあ、サポートのガチャがあるけど、まあ、上半身でトップレーナーが0-5いて相手の5-0がなんか降りてきたら無理だけど、まあ、いつでもワンチャンあるのが ADC だからね、レートゲームのキャリーだし。